青葉区の仙台北税務署にも朝から多くの人が訪れ、スマートフォンで書類を作るなどして手続きをしていました。所得税の確定申告は主に還付申告をする人や個人事業主などが対象です。今年からはマイナンバーカードの利用で給与所得の源泉徴収票がデータ化されます。また去年10月に導入されたインボイス制度により、登録した個人事業主は売上が1000万円以下であっても消費税の確定申告が必要になりました。インボイス制度に対応した消費税の申告書が作成可能ということになっておりますので、こういったツールもぜひ活用していただいて。去年県内で確定申告をした人の6割以上がパソコンやスマートフォンで手続きをしています。確定申告の受付は県内10の会場で来月15日までです。